I'm Heather Russell, specialist at ArtNet, and I'm incredibly honored to be in the Pleasantville, New York studio of one of the most legendary and exciting contemporary artists working today, Japanese artist Hiroshi Senju. Uh, thank you so much thank for joining us. Thank you very much for us. coming. Thank you very much. Um, we're here in your beautiful studio um, in um, upstate New York. Um, your large scale abstract paintings.

今のの形にななっっていいいたととうのが正確な言い方だ思つまりこれは日本人としてとか。 ヨーロッパ人としてとか、そういうこととは関係なくて、同じ人間として、やはりこの地球に生ま,生まれた奇跡の驚きであるとか、やっぱりな何つうんだろうな、この一番感動したことは何かといったら、この地球に自分が生きているっていうことだと思うんですね。だから何とか地球の自然現象とコラボレートをしていきたい、何とかそのこう共同作業をしていきたいという気持ちは、やっぱりあの世の東西問わず、どんなアーティストにもずっと。 そういうういものはあったんんだと思うんですでそれはアイスエイジからそのエンシェイント・デイズからずっとそうだったと思うんですですから僕はそういう中でむしろとても自然な形でその古いあの、ね、昔からの,このアーティストの形をそのなんうんでしょうかう今日に伝えているに過ぎないということで決して自分で日本的な東洋的なアーティストだとは思ってないんです。 Um, thank you. Um, you just touched upon briefly your um, very specific traditional methods um, and materials that you use um, that are often tied to ancient uh, methods of painting in japan. can you tell us a little bit more about your process and the ancient uh, and traditional techniques that you use to create your works? でその中でそのほとんど多分99%の長い日々においては人間というのはいかに自然と向き合うか自然をとなの中でどうやって生きていくかということに必死の毎日だったと思うんです。でこのなん,んでしょうかねモダニズムというかそのうごくこの本当にこ,う数この数百年200年ぐらいだけが人類が、うん 科学ということによって自然をコントロールできるというふうに思い込むような時代になっていったんだと思うんですでも大半は私たちは自然というもののその美に感動したりその強烈な力に恐れをののいたりその自然の中でこう打ちのめされたりまたはその中でどうにもならない寒さや暑さを の中で何とか工夫するこれが人類のその文明や文化を生んだんだと思うんですね私はそのことを今やっているに過ぎないのであって私のやってることがむしろ一番自然なんだと思うんです、うん、そこに石があったら石の美しさに感動してその石を何とかして画面に貼り付けたいと思うまたこうそこに美しい岩があったらそれを砕いて美しい ジュエルののよううなものを取り出してみたいと思う何かそういう人間の本能っていうものを現代人というのはやっぱりどっかを忘れようとしているまたは忘れざるを得ない環境だったと思うんですでもそれを思い出すということがやっぱりとても大切なんじゃないだろうかといつも思ってるんですね。 どうして滝ぼ僕の滝はどこかの滝を描いたのかどうかということですけどもあのあの私は徹底的にいろんな滝の観察はしましたしかし最終的な画面の中で一番整った一番滝らしい滝を 生み出そうと思って毎回実験をしているんです。ですから何かを再現しているということは全くその気持ちはないんです。むしろ毎回滝とは何なのかという実験をしているということなんです。そのプロセスとそのリアリティを多分見ていただいて、あこれは滝だと思ってくれるのであって、例えばどこかの滝を描いてたら多分ナイ縄柄を描いたら縄、うん、柄の滝のなんつうんでしょう縄柄の滝の方がいいに決まってるじゃないですか。 絵の滝よりも実物のほが迫力あるんですから、うん、だから僕はその実物を作りたいということなんですだから言ってみれば毎回あの重力によって水が上から下に落ちることに毎回驚いてるんですなぜかというと予想通りに上から下に水が流れるということはまずなくてだいたい脇にそれたり途中で止まってしまったり毎回そういう滝に出会って毎回感動して なんて毎回発見してるんですねでそ、そこが失われたら多分この滝の作品っていうのはあの多くの人が見ようという気持ちをあんまり抱かなくなってしまうんじゃないかと思うんですねアイザック・ニュートンのアップルカムダウンワウ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  Um, for, for our viewers that don't understand or are familiar with what's referred to as the Nihonga technique and your use of organic materials, can you just simply explain what pigments and what materials you used to create these, these works based on nature? 足元にある？こんな小さな石っていうのは？まさにそのことなんですね。このことがまず、私は大変驚かせるわけです。だからよく考えると、私たちはそういう。もうこの大きな宇宙の中であの。10個の星がまずぶつかるということも奇跡だし、そのぶつかった。石というのはとんでもない。古いものなんですよね。だからよく。 化石が出てきたりして驚く人は驚くけれども、あの動物の骨が出てきたり、あのだだけれども私たちの足元の石ってこれはまさに宇宙そのものじゃないかという驚きが自分の中にすごくあるんです大和山でそれと何とか自分は関わっていきたいと思ってるわけなんです。うん、だから石をこうやって触るということはまさに 宇宙とのコミュニケーションでもあるし時の流れとのコミュニケーションでもあるんですねで、そこがやっぱりアートというものの出発点であり到達点だと思うんですよで、この石がおまけにとても美しい色をしているそれ、そうしたらやっぱりエンシェントピープ太古の人たちはそれを顔に塗ったりこう首からぶら下げたりしたいと思ったのは当然だと思うんですねで、これが化粧品の始まりだし いわわゆるジュエルの始まりなわけですで同じことを僕もやってるわけです。うん、それで日本画とは何かというのをそ,それを今もそのことに感動し続けてる人たちが日本のアーティストたちだと思うんです。つまりその岩をとても大切に細かく砕いてそしてこの自然の作り出すつまり森と水が作り出すのが日本の和紙といわれる紙ですけどもその上に動物の あの要するに蛋白質の二皮でつけているこれが日本画の技法というんですねですから日本画の技法っていうのはその人間が何かを表現しようと思った時の一番最初の感動を今に伝えているという意味で言えばとてもその、まあ、古典的な技法というふうな言い方をしてもいいと思うんですよね。だかかから例えばののの具ととこの日本の紙とか があったら、私じゃなくたって誰だってこういう絵を描きたくなる,なると思うんですよ。このいわゆる何とかして紙に貼り付けてこ,こういう絵を描きたいっていうのは日本人だから思ってるなんてことは絶対ないと思うんですね。そうじゃなくて世界中の誰でもこの技法を手にしたら絶対こういう絵が描きたくなるというふうに私は考えてるんですよ。In 1995,、um, it was a very exciting year for you. You exhibited at the Venice b i n n l e And um, you were also the first Asian artist to receive um, an honorable award um, at the fair um, and the Biennale that really put you on the international platform in a very prestigious and immediate way. Um, how did that affect you, you as an artist and also uh, professionally and personally to kind of explode on the international art scene? Um, how did that affect you? あの同じ人間だから必ず通じるはずだと信じていたことがあるからむしろそれはあまり驚かなかったんです日本人とかアメリカ人とかイタリア人とかということではなくて共通項で同じ人間に語りかけているという意識があったからあの全くそのことは私にとっては不自然なことではなかったんです同じ人間だということが忘れられるのがこの現代なんだと思うんですね私は日本人だとか、うん 私はどか別の国だとか私はアメリカ人だとかそうじゃなくてその共通項で話をする、うん、私たちは同じ人間だというその共通項を再確認するのが私は芸術の最も重要な役割なんだと思っているんです。 What inspired you to create this new series and how do you see it as being different or complementary to the Falling Water series? どうやって楽曲に至ったかというお話ですけれどもあの私は常々自然とのコラボレーションということにはとても興味があったでも滝にはあの飽きてるわけではないんですね。 滝にはとても今でも興味を持っていたでもある時に自分のアトリエの中で非常に傷ついてしまってシワクになってしまった紙を見つけ,てしま見つけたでも普通だったらそれ捨てるんだけどもよくよく見たらその中に崖のような表情があったんですでそれがとても美しかったんですあここに崖があると私は発見したんですそして絵の具を流してこの絵になったんですですからどっかの崖を描いたわけじゃなくて絵の紙の中にすでに崖が存在していたことに気がついたんです。 それはとても感動的だったんです今とにかくこの崖を描いていることにとても,もう夢中になっているんで崖の連作を描いています多分、uh, まあまあ、来年とか大きな発表をすることになると思いますでもそれ以外にやっぱり私は空間に対してとても興味があるからオペラのセットデザインもしますし 例えば、えーまあ、ヨーロッパのブランドのカバンのデザインもしますしいろんな意味ですごく自分の身近に芸術が存在しているその芸術は人々の垣根を取っ払うことであって大切なことを思い出させることだということをいろいろな方法で皆さんと分かち合っていきたい皆さんとそれを共有していきたいだからいろんなことに対して挑戦をすると。